全国のキャンプワンの方もキャンプワンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今日はコーヒーを入れるんですけど、新しくミルクフォーマーを Amazon で買ったんですね。で、2000円のなんかすごい安いやつあったんで買ったんですけど、もう買った時点ですごい箱がボロボロなんで、すごい不安なんですけど、これでちゃんと泡立つのかどうか、見てみたいと思います。じゃあまずコーヒーを作ります。フィアレッティのモカエクスプレスを使ってコーヒーを入れます。まずエスプレッソを作ります。はい、エスプレッソができました。じゃあこのミルクフォーマーですね、 Amazon で買った激安のミルクフォーマー、このニャンニャンシュンを使いたいと思います。これね、箱ボロボロ、どこの国で作ってるんだろう。セロテープでベリベリにくっついてるんですけど、なんかよくわからないコードもついてる。こんななんかこういう巻き方します、セロテープと。あんなぐるっと一周の巻き方、こんな雑な。しかもなんか多分中に緩衝材とか入ってないんですよ。ガランガラン言ってもう袋しか入ってないです。何のプチプチとかも入ってないで、これにミルクを入れてまず温めます。沸騰させちゃいけないらしいんですよ。沸騰するちょっと前ぐらいで止めます。ちょっとふくふくなってきたんで、これぐらいで沸騰する前に止めます。ちょっと灰は入っちゃった。じゃあミルクが温まったんで、ミルクは沸騰させずにちょっとプツプツと泡が出てきたぐらいで止めます。で、これが最初なんかゆっくりやって、で、後からちょっとガガガってやるらしいですよ、ネットによると。もうだからもう、あ、なんかちょっといちょっと泡がめっちゃ出てきて、でも結構これを見せたいですね。こんな感じで泡立ってます。それちょっと入れます、ね、で、これを最初ちょっとなんか液体っぽいのが入って、上に泡を乗せると。で、あれですね、ちょっとやった後にしましょうか。おお、こんな感じでカプチーノできました。ちょっと飲んでみてください。うまっ。うまいですか。クリーミーだね。そうなんです、クリーミーなんですよ。あ、すげえ、うまっ。ちゃんとカプチーノなってるんですか。うん、ちゃんとカプチーノ、カフェオレじゃなくてカプチーノなってますか。うん、うまいっす。ありがとうございます。さあ、というわけでカプチーノ作ったんですけど、ちょっと正直このニャンニャンシュンを舐めてたんですけど、なんか意外とちゃんと作れたんで、びっくりしました。これ、Amazon でなんか2000円ぐらいで売ってたんで買ってみてください。では今回の動画はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。